なるソーシャルスマイリーポート南光サンセット TV にようこそおいでいただきました。あなたの笑顔をスマイルジャックここは最高のサンセットビューが楽しめる大阪住之江区は南光 ATC 内オズと北館4階 WM スタジオ赤根館サテライトスタジオで公開生配信しております。さてこの番組は笑顔と元気をキーワードに多彩なゲストを招いてのトークや音楽の生ライブ、住之江区と南光 ATC の情報、大阪市音楽団コンサート情報、南光サンセットフォト投稿など盛りだくさんの内容で楽しんでいただきます。テレビじゃない、ラジオじゃない、視聴者参加型の視聴者参加型のユーストリームだからこそできる、そんな番組にしていきます。もうすぐこんばんは。ということで今日も始まりました、1月の27日第4火曜日でございます。ありがとうございます。イエイ、もう見てくださってるかしら。あ、もういっぱい結構見てくださってる、すごい。あ、古い方がちょっと私は見やすかったりしますね。やっぱり今日はちょっと iPad 忘れてしまって。おいだからね、ちょっと見て、あの24日にね、 Tomorrow Tomorrow I love you のあのアニーが公開になったので、ちょっとあの24日その公開日にもう朝からパウに行ってきたんです。それでね、人生初のパーマじゃなかったんやけど、私美容院のね、行きつけの美容院とかってなくてですね、未だにないの。そう、そんなリッチじゃないっていうのもあるんやけど、せやからいつも毎回行ってるのが違ったりとか、あとなんかね、カットが1200円のように安いとことかに行ったり、下手しいね、散髪屋さんとか行ったりするのね、美容院じゃなくて。そう、ほいでとにかくアニーにしてくださいって言ったんです。パーマね、可愛くパーマにしてとかじゃなく、アニーにしてください。でもなんか アニーねとか言って、多分でもね、あの方はちょっとアニーピンと来てたかどうかわかんないんですけど、 そんな感じでちょっと頼んだから、ほんとちょっとボサってくるんくるんよりもボサって感じなんですけど、見逃しがってください、そういうところは。でもアニーなので、みんなちょっと今日はアニーになってもらって、ダンスとかもね、今日はちょっとあるので気合を入れてきたというわけでございますが、ちょっとあって何かあったら教えてください。鶴橋のあそこがいいよとか、美容院ね、あそこちょっと行ってみたらとかあったら教えてください。見てくださってる方、コメント、タフビレッジの T シャツだ。え、誰やろか。そうなんです。今日はね、もうスペシャリーなゲストさんに貸していただきました。後ほどお楽しみにということなんですが、ともえさん、岡山ともえさん、あ、お分かりだ。ということです。お楽しみに。ありがとうございます。コメント、グワングワンお寄せください。コメント、よろしくお願いします。ということで、早速ですが、お相手はこの番組のナビゲーター&スマイルハンター、シンガーソングライターのゆなです。よろしくお願いします。あなたの笑顔をスマイルじゃん。もういちいちやるよ、嬉しいからよいや。ゲストトークコーナー、本日のお客様は、先日22日にツアーファイナルが大阪で行われたレッカさんのツアーバックダンサー、ホッティキャットを務め、ボディメイクスタジオグランスクエアでベイビージャムダンス部の講師、北野学園でダンス指導、またショッププロデュースもされるマルチなレゲエダンサー、ホッティキャットのちえさんにおいでいただきまして、よろしくお願いします。イエーイ、
番最初に踊るって知らんかった。すごい。やばい。なんかいきなりサプライズな感じが。いやーすごい素敵な。いかがでしょう。あの、はい、トムエさんを。トムエさんはね、レッカちゃんファンで。そうなんです。この間ファイナルも来てくださって。ああそうなんや。ありがとうございます。ケザです。ともえちゃん。イエーイ。ではでは早速ですが、チ、は、ェ、い、さんご自身で自己紹介の方をお願いします。はいはい、レゲエダンサーのホッティキャットチェです。今ね、グランスクエアっていう橿原神宮前の、うん、ボディメイクスタジオで、うん、子どもたちにダンスを教えていたりですね、うん、北野学園と西大和保育園っていう保育園で課外授業でダンスを教えていたりですね、うん、はい、はい、ダンサーのチェさんです。 そう、あとは親子イベント、あそう、うんうん、パーティープランニングもしています。ラジオで詳しく聞いていきます。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの今日はあの本当ね、あの後々どん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 スペシャルになっていきますんで、うんうんうん、お楽しみにということで。まずねレゲエのダンスを始めるきっかけからお話、うん、多分ねみんなも気になってたりすると思うんですが、はいはい、私、ホッティキャットって言って2人組でやってるんですけども、はい、うんうん、高校の同級生メグっていう相方とずっとやってます、うん、で、メグとクラブにですねよく遊びに行ったりとかしててですね、最初ヒップホップのクラブにずっと行ってたんですけども、うんうん、でもあのミックステープを聴いたりだとか、クラブで聴く音楽でレゲエの方がスッスッと好き、うんうん、好きだったんですね、うんうんうん、で高校時代から高校卒業ぐらいか卒業ぐらいでレゲエのダンサーを見に行った時に、うん、私もやりたいと思ってそこから始めました。すごい。当時はジャマイカから取り寄せたビデオですね、うんうん、ビデオを擦り切れるほど巻き戻して見て、うんうんうん、はい、真似してました。 DVD じゃなく DVD じゃなくビデオ、はい、そこ突っ込んだらあかん。そうそうそう。いやいやでも何回も見、はいね、ながらってことです。そうですね。そうやな、習いに行かずになかったんです。あ、そっかそっか。その当時はもう、うん、そうクラブで先輩の動きをもう盗み見て真似して、うんうん、要はなんか外とかでもで、ね、あの梅田のちょっとあの壁を鏡にしてみたりとかね、やってたりは見るんですけどね、うんうん、あれのだからまあそうかそうか、メグさんと一緒に、ね、はい、だってねレッカさんのあれ一緒に出てはりましたよね。そうです、はい、メグさん、いやすごい、はい、2人でずっとされてるっていうのもまたすごい。そうです、来年15周年ですね。あー、そうか、はい、すごい。ちなみに名前の由来とかも、うん、ホッティっていうのはスラングでイケてるです。イケてる、うんうん、でペグも私もあの猫を飼ってるのでもともとホッティっていうチームやったんですけど、うん、なんかプラチナホッティかホッティ何々がいいなっていうことで、うん、でも猫飼ってたのでホッティキャットになりました。はあ、私猫アレルギーなんですけど。猫そうなんですか。そうなんです。せやけど猫好きやからみたいな。そうですね。あ、そっか、たまにフェイスブックで出てきてるかな。うん、で猫ちゃん猫亡くなったのこの間。ほんまに姿見えなくなったんですか。ね、そう、タフビレッジの北海道の公園の日に亡くなっちゃって、うんうん、へー、もうじゃあ遠く離れたとこで。そう、でもまあまあ、うんうん、そう危ないっていうのは知ってたから。あー、うん、あ、そうなんですね。じゃあほんならまたちっちゃいかわいいベイビーを買いましょう。そうだね、猫アレルギーやけど。そうだね、そうだね。飛ぶいいかな、飛ぶいいかな、ちょっと骨がそうそうそんなね、そんな中ですよ、あの有名なシンガー、はい、みんなちょっと想像してみて、 KK さん、もうすごいんです、もう大尊敬のあの KK さんからスカウトを受けるということなんですけど、スカウトというかあのオファーですね、ツアーダンサーのオファーですね、うん、テレビ番組に出られてから、そうサマーズさんの深夜番組で、うん、いろんな方にあの今日やるようなダンスレクチャーを教えてたんですね、うん、それを多分ご覧になった KK さんが、中京テレビの方にあの紹介してくれっていうことで、うんうん、でそこでオファーをいただいた。私沖縄にいたんです、その時。電話がかかってきて、うんうんうん、そうビーチでビール飲んでたんですよ。ケケさんがですか。私がです。あ、そうか。私がで、その時に中京テレビのプロデューサーから電話がかかってきて、うんうん、こんな話がありますってパーンと置いて、やります、あ
お願いします。今から来てとかじゃなかった、うん、あ、よかったよかった沖縄から飛んでったのかな。すごい。そうなんです、忘れもしません。これちょっと答え合わせなしですよね、 KK さんの。ダメ、みんな多分イメージがもうあのやばい、膨らみすぎてちょっと気になってと今日初めて見た方はい、あ、ダメやな、ダメやな、やめとこう。そうか、すごい、そっからですよね、うん、もうなんていうか、あの当時本当にこれぐらいの年でしたよね、うん、20代前半26とかですね。もうツアーに一緒に回られてとか。そうですね、はい、回らせていただいて、うんうんうん、はい、その時のなんかエピソードみたいな、なんか こんなんがあったとか、なんかこんなんが楽しかったとか。うん、そう、うんうん、結構、うんうん、アイデアを出しはるんですよ、うんうん、でこういう時に衣装さんにね、うん、なんか脇毛をつけたらどうだろう言いそう脇毛ならまだいいですよ、なんかどうやみたいな、なんかこともあってリハーサルでボツになったそうそうそう、今までね、いろいろあ、そうかそうか、いや、お好きなんですね、そういう感じがクリエイティブにしとこう、クリエイティブってことにしとこう、そうそう、すごい、そっからですよ ね、でも結婚とか出産とかをされて、はい、すぐにあのダンサーも復帰されてっていうことで、そうですね、うん、はい、とか出産して、うん、半年で復帰したんですけど、うんうん、やっぱり復帰できたのもやっぱ相方がね、うん、ずっと現場でね、私のそう居場所をねキープしてくれてたから、うん、そこにスッと戻れることができたんですけど、うんうん、やっぱりこう入れ替わりの激しい世界なので、うんうん、本当にねその復帰することもたやすくなるので、うん、本当に復帰できたのは相方と、うん、本当に周りのサポートのおかげです。本当にもう本当にもう6ヶ月後、うん、もう出産されて6ヶ月後にはもうそうですステージでみたいな、はい、うん、いやすごい、それもまたね、写真がねチラチラと出てるかと思うんですけれども、うん、はい、その時は東京やったっていうことですよね。そうですね、うんうん、はい、それぐらいから東京、まあ、でも東京は20、うん、それこそ20代前半くらいから、うん、20、そうですね、ね、6から、あ、6から、そうかそうか、うん、ずっと東京にいてあって、うん、で、東日本大震災の時に、そうですね、そうですよ、結構覚えてあります？その時、うん、はい、銀座の三越の9階にいたんですよ。すごい免震があるビルなんです、すごい揺れて、うんうんうん、その後やっぱ子供さんとかね、うん、ちょっと寝れなくなっちゃったり余震で、うんうん、私も体調壊したりとかして、ですぐに実家に戻ってきたんですね。ご実家が奈良ということで、はい、そう、そっから言ったらなんか、2年ぐらい前ですよ、2、3年前ぐらいに帰ってきて、奈良で教えたりとかっていうのを。そうなんです、うん、教えるのをずっとしてなかったんですね、うんうん、やっぱり教えるのことを始めるっていうのはすごいパワーがいるので、集客だったり場所だったりとか、うんうんうん、私そう結構大変なことなのでずっとやってなかったんですけど、うん、そうなんです、いいご縁があったので、うん、ちょっと去年からちょっとずつ始めて、うん、はい、本当ね、はい、雑誌のインタビューでしたかね、フェイスブックに、はいはい、うん、載ってた、うん、あれを全部私書いてるの全部熟読したから、うん、全部ね、ありがとうございます、そう、わーっていう、なんかもう物語みたいになってるストーリーが、うん、チェーンさん自身のストーリーが書いてるんですけど、ちょっとまだみんなにちょっとチェックしてみてください。ピンときますよね、なんか公演デビューであったりとか、うん、子供ちゃんと一緒に遊びに行ったりとかするときに、うん、思ったこととか、うん、ママと子供との何かあったらいいんじゃないか、イベントとかもあったらいいんじゃないかっていう発想とかもやっぱり子供ちゃんと一緒に生きる上でっていうことですよね。そういうのをね、企画とかプロデュースもされてるんですけども、はい、うん、あ、なんだろう、教えること始めてからですかね。あ、違います、東京でもやってたんです、そのキッズパーティーっていうものを。そうだ、ベイビージャムが、ベイビージャム、うん、そうです、うんうんうん、東京の渋谷のクラブに有機野菜のプランターを持ち込んで、うんうん、ね、こう収穫体験をさせたりだとか、野菜ソムリエさんの、こんなお野菜を食べないんですっていうママの、うん、解消するようなこういう味付けをしたら食べれますよみたいな、うん、あ、そうか、子供ちゃんのためのあれだったんですね。そうなんです、うんうんうん、そうなんです、お野菜、ママも遊びたいねんけどしっかり子育てもしたいっていう、うん、結構意識の高いママに向けたパーティーをね、うん、食育と音育とコミュニケーションっていうテーマでやっておりまして、うん、なる
それが東京で、うん、ベイビージャムという、そうですね、何になるんですか、グループみたいな、そうですね、まあ、サークル的な、うん、あの東京、奈良におった時に、うん、先輩のシンガーさん、なんかユナちゃんみたいな感じの、うん、あの R&B シンガーの方、私たちバックダンサーしたりとかしてたんですけど、うんうんうん、でその方も東京にいたんです、たまたま結婚して仕事で、うんうん、でその2人で初めてベビージャムっていうのを始めたんです。すごい、でも立ち上げるとこからやっぱりそうですね、はい、ねえ、いやなんかあのこれだけは絶対みたいなポリシーみたいなっていうのとかもあったりします？パーティーについてですか？あのベビージャムを、うん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 、あそうやな、パーティーとか、そうだからそう遊びに行きたんやけど、うんうん、しっかり子育てもしたいっていうので、だからおしゃれであることと、うんうん、あの安心感、うんうん、子供を連れていくための安心感、だからハイハイスペースがあったりとか授乳ができるとかおむつスペースがありますよ、うんうん、でもねおしゃれなカフェだったりとか、うん、開催場所が、うん、でそこで素敵な音楽が聴けたりとかおしゃれなご飯が食べれたりっていうものを共存させるっていう、うん、そういうイベントがないなと思って、だから、うん、子ども向けのイベントって公民館だったりとか図書館など、うんうん、まあ、それが悪いっていうわけじゃないねんけど、もうちょっとなんかこうテンションが上がるようなね、うん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 、その日がなんかこう日々のなんか糧になるような生き生きとするような、うんうん、きっかけ作りになればいいなっていう、その隙間産業みたいなことをね、はい、やりたかったんですね。今写真がね出てると思いますが、はい、もう輝いてますよね、ママがすごいあの、うん、おしゃれして、もう自分の好きな格好して、うん、ってしかも子供と一緒やから、そう、もうね、それこそ安心してっていうか、うん、そういうイベントが、そうなんです、本当ね、写真見るだけでね、あの伝わってくるんですね、やっぱりね、うん、子供と一緒にお出かけするの不安がたくさん多いママとかもいるんですけど、うんうん、頑張って外出してもらって来てさえくれれば、ここに授乳もできるし、おむつ替えもできるし、何でも手伝うしっていう、来るだけ頑張って、電車乗って頑張ってきて、こっちに来たらもう楽しいし安心できるから、安心して楽しめるからみたいなね、場所を作りたくて、もう友達ほんと最近ベビーラッシュなんですか、うんうんうん、周りでもね、うん、ほんともたまに会いに行ったら、うん、なんかちっちゃかめっちゃほんまに喋られへんでしょ、そう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 、うん、そうやね、喋らない人と喋らない、久しぶりとか言って、うん、そう、なんか久しぶりに会ったのに何喋ったか覚えてへんみたいな、うん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 、そんな感じなので、もうだから来てもらえさえすればってことですよね、うん、ハイハイスペースで子供同士で遊んでるところを見ながら、知らんお母さんとも仲良くなれたりとかね、うん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 、その大人と会話するその時間がきっと、うん、なんか大変な日々のなんかを生き生きとする、うん、多分パワーの源になると思うんですね、ママさんチェケでございます、はい、そしてそうや、そっからですよね、で、はい、ベビーカフェもあの、はい、あそれがだから言うたベビーベビーカフェとジュールベビートジュールベビー、そうですね、うん、そこもオープニングを手伝わせていただいてですね、うんうん、はい、そこは半年でもうあの辞めさせてもらったんですけども、うんうんうん、はい、ベビー、そうです、子連れでランチだったりとか、うん、そのママ会だったりとか、うん、来れるファミリーの時間で食べに来れる、あそうや、ビッグワンビッグファミリー、そうですね、キーワードになってたって、はい、そうなんです、本当のお父さんとか本当のお母さんだけがファミリーじゃなくて、うん、本当に今頑張ってるもう隣にいるみんながファミリーだから、うんうん、もしあこの人もしかしてあれかな大変かなと思ったら手を差し伸べてあげるとか、うん、声をかけてあげるとか、本当にそんなことがたやすくできる空間があったり、はい、そっからダンスの指導とかもされてて、そうです、ね、今もだって大忙しいですよね、もう結構教室もうツアーの合間も教えてあったりとか、そうですね、はい、でも平日やから、うんうんうん、大丈夫です、そう計画性がないので本当にもう大変なんですけど、うん、それが大変、忙しくないんやけど、うん、そう私がスケジュール管理ができてなくて、上げてもう子供たちの一緒に写真とかも上げてくださったりフェイスブックで、ね、はい、ここでワンポイントレッスンをしてくださいます、はい、指導ということで、いやー緊張るお願いします、はいもうね、はい、北の学園の子供たちもね、はい、千恵先生大好きでね、はい、顔見た瞬間ね顔が緩むんです、千恵先生の顔見た瞬間千恵先生って言ったらいやどうしよう、私本当、はい、ダンス音痴なんですけど今日は大丈夫です、お願いします、はい、じゃあしていただけるということで、じゃあレゲエダンスの一つのステップなんですけど、バタフライという動きをやりたいと思います、はい、一回やってみるので、はい、
見てみて、見ときます。バタフライです。はい、つま先重心ですね、うん、つま先重心で膝を蝶々のように、蝶々のように、蝶々のように開きます。いい。でその時に女性らしくお尻ドンドン、あドンドン、あドンドン、あドン、そう、滑らかにいきます。そうそうです。どうしよう、ゆなちゃん、はい、つま先重心、わかりました。そう、いや、一緒にお願いしていいですか。じゃあ内外、お尻内外、お尻ね、はい、せーの、ワンツー、うっしー、フォー、オーファイシックス、セイエイ、そう、はぁ、焦れる、ねえねえ、そう、今、うん、こうやったでしょ、はい、そうできてます。どうですか、うん、西尾さん、あ、言っちゃった西尾さん、あ、すごい、愕然としてます。なんかかっこいい。そうです、うんうんうん、ちょっと前かがみで、はい、はい、膝曲げて、うん、つま先、つま先立って、つま先立って、すごい、で、うちそと、うちそと、3回やったらしゃがむ、うちそと、うちそと、3回やったらしゃがむ、はい、ポーズ、あすごい、イエーイ、バタフライ、バタフライ、わー、すごい、いや、これちょっとやります、やりましょう、うん、結構ね、うん、来るので、うん、あれにもなりましょうね、セクシーパップにも、うん、やー、ちょっともうセクシーにしたい、右左回してしゃがむ、そう、手はのの字、うん、反対、のの字、反対、ちょっとね、だから重心を手の方に、あ、あ、でも手つけた方がやりやすい、パシャガ、パパパパパシャガ、そう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 、最後のポーズ、みんな知ってはる、すごい、かっこいいですね、でもこれできたらね、絶対、はい、ぜひ、すごい。ミュージックスタートすごい、いくよ、はい、バッチリ、せーの、バッチリ、しゃがむ、ふい、ドンドン、しゃがむ、もう一回、ひっ、ドン、しゃがむ、ふい、バタフライ、はい、ちょっとテレビの前のみんなもやって、はい、やってるな、きっとノリノリで、いや、すごい、はい、ありがとうございます、こんな感じですかね、ぜひぜひ、いや、いや、ぜひやってください、ありがとうございました、はい、でも、子供たちもこれ、うん、ね、一緒にダンス、そうですね、うんうん、子供たち、まあまあ上手いですよ、マジですか、いや、ちょっとあの、まあまあ飲み込み早い、うん、やっぱりね、はい、もう本でも見てみよう、見ままでやる方が、そっか、そうですね、うーん、いや、ありがとうございました、いやいや、やってくださいました、はい、はい、ここでですね、はい、もう一人、うん、ゲストも早速呼んじゃっていいですか、はいはいはい、さっきちょっと名前を言っちゃったりしたんですけどね、はい、ボディメイクスタジオグランスクエアのオーナー、北野学園理事長、サムライエージェントグループ代表の西尾忠さんです、どうぞ、イエーイ、イエーイ、実はいてはりました、イエーイもうよろしくお願いします、どうぞどうぞ、西尾さん、今日もありがとうございます、いやいや、もうなんかしょっちゅう会ってるんで、なんかあまり久しぶりな気がしないんですけど、本当そうなんです、フェイスブックをね、ご覧の皆様もお分かりかもしれませんが、そして西尾さんは
南光サンセット TV の出演者の中で一番出演してくださってるという多分気軽に声かけやすいんですよねいやいやいつも急に決まるそういう感じなんですけどもそうなんです今日なぜねおいでいただいたかというと知恵さんが、ご指導してくださってる北野学園のはい、はい、園長先生理事長さんということで、はい、そうなんですあとはダンス指導をされているスタジオのそう、まあ、簡単に言うと知恵さんのバーターですね、はい、知恵さんのバーターで今日はもう出演させていただいてますそういうことなんですけれどもね、はい、早速ですがもう一度ねボディメイクスタジオグランスクエアのことを教えていただきたい、はい、グランスクエアって言いますのは一応造語なんですけどもすごいスペースすごい資格ということで、一流のインストラクターと先生たちを中心に集めさせていただいた中でやっぱり知恵先生ちょっと違うイベントでご面識がありまして、うん、やっぱり花もありますし、うん、実績もありますし非常に素晴らしいということで声かけさせていただきましたら、うん、ぜひダンスの先生をしていただけるということ で、うん、でその中でうちの経営してます子ども北野学園というですね、うん、幼稚園保育園なんですけども塩崎プロデューサーとゆなさんも東京に帯同していただきまして、うん、全国大会の、埼玉スーパーアリーナの演奏まで、はい帯同していただきて、お酒もたっぷり飲んでですね非常に楽しい思いをさせていただきましたそのにも知恵先生もね一緒に帯同していただきまして、はい本当にいい僕ご縁に恵まれまして、うんうん、非常に力強くやらせていただいてます、うん、東京の前の城ホール の、 本番の時に初めて知恵先生、うん、お二人そうですよね頭火事ですか今ですかいや聞いてます聞いてます火事今日言われたらもう3回目ぐらいなんですけどいけますそうなんです大阪城ホールでね城ホールで、はい、そうそうその時にもそう子供ちゃんずっとね見てくださっててお指導もされてそうそうその時が初めてですそういえばそうそう そして皆さんがですね、うん、うちのボディメイクスタジオグランスクエアでキックボクシングとですね、うんうん、TRX っていいますパラシュートのあれ道具なんですアメリカ海軍があれでトレーニングをするっていう機械を使ったボディメイククラスっていうのに参加していただきまして、まだユナさんまだ筋肉痛という1週間経ちますけどもそうなんですこれ1週間もうちょっと経ちますけどまだまだ筋肉痛で今一番の悩みがね知恵先生とユナさんがね胸を大きくしようって言ったのが実現するかどうかがちょっとプレッシャーでそうこれ胸筋やしバストアップになるよって言った瞬間にピクッとそうです、ね、これ真剣にやろうって、まあ、ものにも限度があると思いますけど頑張ってできるだけ頑張りますよ本当お願いしま す今ね無料体験期間ということでそうです4月まで知恵先生とかゆなさんも毎週来ていただける、ね、体験来ていただけますので逆にゆなさんファンとかですね知恵さんファンがいましたらグランスクエアのボディメイククラスにそうなんです毎週月曜日体験しておりますのでかの有名な鍋さんもそうですね、なぜかそんな夢じゃないんですけどまだそんな夢じゃないんですけど言ってるから、鍋さん、はい、絶対また行こうとか言って誘ってくださってるんですがぜひお願いします来週またあり来週月曜日ありますので来週月曜日、はい、2週間に1回ね、ちょっと僕の仕事の都合でまたちょっと定期的にできませんので4月までは単発といいますか体験でなるほどグランスクエアのホームページの方に練習日書いてますので、はい、ぜひお願いします柏原神宮前の西口です、はい、忘れないですよろしくお願いします西口なんですそうなんですそうでもう格闘技やダンスを通じて、ね、それこそ指導もされてる西尾さんも教えるそうですねはいということなんです、はい、空手の方もそうですね、まあ、空手は僕もともとベースで瀬戸会館という団体を奈良県の支部長させていただいてるんですけども、うんうん昨日も塩田先生に散々、これは言うようにということで、空手も含めましてボディメイクスタジオグランドスクエア、うん、北野学園、まあ、堺の方の保育園含めまして、うん知恵先生と皆さんもご協力いただきまして青少年の健全育成を常に目指してるんですけども、うんうん、健全育成を目指しますっていうのは誰でもできるんです、うん、で僕はやっぱり健全育成を目指してその先に学校とか、うん社会とか、うん、ご家庭に還元することが目標っていうところまで目標に掲げてますので育てるだけじゃなしにちゃんと役に立つ人間をゆなさんとか知恵さんみたいな人間にならないように世間の役に立つ人間を育てたいなと今反面教師が横にダブルで言いますのでちゃうよいい例いい例
非常にそういう意味で頑張っております。なるほど、はい、あの南光サンセット TV はボル6回目ね、第6回目にゲストとしても出てくださってるので、その時にもね、あのたくさんお話ししてくださってるので、はい、皆さんチェックということです。ほいでからにね、今回あの22日にあの千恵先生が、はい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 、レッカさんの、はい、あれも誘っていただいてですね、私ももう面白かったですね、かっこよかったですね、うん、名古屋も行かれた、名古屋あの最初ご招待いただいて見させていただきまして、うんうんうん、まあうちのダンスの先生ですの で、 そうです、ね、まあステージでは見たことあるんですけども、うん、実際その一番オンのパフォーマンスを見たことなかったですので、うん、あのご招待いただいて見させていただきましたら、うん、僕が思ってた以上にすごかったんです、うんうんうん、でうちの北野学園のスタッフと、まあ、ユナさん含めまして実際見ていただいてね、うん、でそれでやっぱりすごさを分かっていただけたらなと思いまして、もうすごかったですよ、剣幕が行きましょうみたいな、剣幕何だっていう西原さんのその誘い方が、ね、もうほんとすごかったですよみたいな感じだったんで、もう行きますみたいな、はい、一緒に行きますみたいな、すごい良かったですね本当に、あの子供ちゃんもね、はい、北野学園もなお子供ちゃんも来てたりとかして、もう目キラキラ輝かして、ね、またユナさんファンもたくさんいます。もしあそれとね、今日うちの学園で話してたんですけども、うん、あの2月にあの子供たちが今度マーチング終わって、うんうん、あの劇をする、オペレッタ大きなホールで劇をしますので、はいはい、ぜひユナさんとか千恵先生とかですね、塩竹先生にあのタイミングありましたら見に来てほしいっていうことが就任からちょっと話ありましたんで、また改めてあのご招待させていただきます。はい、卒業の何かですか。ね、あの一連の集大成で生活発表会っていうのがありまして、はい、あの劇をしたりとか、うん、なんかアナと雪の女王をするという話をちょっと聞いてますので、あのどうなるかわからないですけど、ね、はい、すごい楽しみに貸していただきます。ぜひとも、はい、よろしくお願いいたします。見てるかなということで、いかがでしょうか。ダンス、そのマーチングバンドでのダンスっていうのをあの知るのね。そうですね、あのちょうど昨日塩崎プロデューサーとあの前回ご一緒に出させていただいたあの日本マーチング協会の田中邦明理事長先生と、うんうん、来年度の構想の打ち合わせをしておりまして、千恵先生のことをお二人大絶賛でしてですね、もうね、その話半分で、ユナさんの話全くちょっと待って、あのいや、でもそれはそうですよ、本当にあのレゲエ、レゲエが素晴らしい、うん、裏拍を取る素晴らしいって話で、ね、田中先生もあの思ってた以上のポテンシャルを感じられたみたいでして、あの来年のライオンキングを来年させていただくんですけども、うん、あのその曲もちょっとレゲエ調に先生のダンスのところはしやすいようにしようかなっていう話もちょっとしてましたし、まあ、来年4月から先生がまたあの、うん、千恵先生がうちの学園のダンスの講師にガッチリ入っていただきますので、よりいいものができるんじゃないかなと思ってます。はい、熱い話をされてたんですね昨日。そうですね、最後の方またちょっと酔っ払ってきて同じこと何回も言われてますけど、やっぱりですかとか、はい、あの昨日ご自宅まで僕応募させてもらいましたんで、はい、すごい、はい、いやでも本当にね、なんちゅうかそれこそね、ビッグファミリーみたいな感じで、うん、すごいあったかいな。そうですね、あの本当にね、いいご縁いただいて、仲良くさせていただいて、うん、あの出させていただいてありがたいと思ってます。すごい楽しみ、はい、なんかマーチングバンドとかであのダンス考えるにあたってなんか本当にあのあのファあのなんてフィーリングで考えはります。結構ね、適当ですよ。え、ほんまに本当に結構適当です。なんかあのやっぱりここはこうとかっていうのが、そうですね、今年そう音聞かせてもらって、うんうん、もうすぐにもう振り付けは決まってですね、うんうんうん、そうなんですよ。先生たちも一緒にね踊ったり、そうで、できればいいですよね。ぜひ一人とかで。いや、なんかあの北野学園の千恵さんのダンスレッスンの授業の時だけ呼んでください、はい、足行きます、行きます、あの間違いない、乗り間違いないってことで、ね、行きない、ちょっとマジ取っていいですか。ぜひお待ちしております。またあの、キロプロデューサーの方にも話させていただいたんですけども、はい、夏フェスをまた今年企画してますので、またタイミング合いましたらまたぜひ出ていただけたらなとも、あの考えてます。はい、ということで、いかがでしょうか。まあ、残したこととかもないでしょうか。そうですね、うん、あの調べるのは、そうやな、フェイスブックページとか、あ、でもあのホームページもありますよね、グランドスクエア。そうですね、チェーテンの先グランドスクエアって言ってましたけど、本番でグランドスクエアです、はい、私なんかもグランフロントって言いましたからね、この間ね、はい、じゃあスクエアですよ、
そう、それで検索ポチしてみてください。フェイスブックページもありますので、ぜひとも、はい、よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。ということで、ちょっと無茶ぶりフレーズなんですけど、あ、西尾さんにも聞きましょうか。聞いちゃいましょう。あの、知恵さんと西尾さんにとって難航とはということなんですけど、知恵さんどうですか。そしたら、はい、私息子が2人いるんですけど、難航にはあのトミカ博とプラレール博で来たりとかですね、昔はあのインテックスで、あの車のイベント の, あのイメージガールをやらせていただいたりとかしていて、そうですね、そうですね、なんか思い出が、猿みたいな感じなんですよね。さっきから間違えてもいつもなんかね、なんかるけどでは西尾さんお願いします。はい、僕多分前回もその話で、させていただいたんですけども、僕も43で今年44なんですけども、言うとこ20ですけど、20代前半ぐらいがこうすごかったんです。あ、多分ユナさんとかご存じないと思うんですけど、本当にもう大阪の最新おしゃれスポットみたいな感じで、週末その車や人がもうにぎわってるような、ああいう ATC にやっぱりもう一度はい、ね、はい、していただけて、そこにまた行けたらなっていうのを、はい、でまたいろんなイベントとか、マーチングの大会とかですね、ね、いろいろできたらなと思ってます。ありがとうございました。チェイさんと西尾さんでした。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。ほんまでも殴ってはった。笑顔が集まるソーシャルスマイルリポート、南港サンセット TV は大阪住之江区南港 ATC 内オズと北館4階 WM スタジオ茜館サテライトスタジオから公開生配信しております。さて、ここで ATC の1月のイベント情報などを紹介していただくしさせていただく ATC 情報コーナーです。今月のイベントも残りわずかということでですね、1番目、ハイキュー関西遠征合宿 in ATC。 この間もちょっと言ったかもしれへんけど、ジャンプでね連載されてる、アニメというか漫画というかなんですけども、ハイキュー1月の24日から2月の11日までこのイベントされてるということで、 ITM との2階特設会場であります。これがもうだから前売りとかもないので始まってるので、お一人800円ということです。入場料がね、ぜひ見てみてください。気になる方はどうぞ。その2、スチューデンツアーコレクション、アートコレクション、ごめん、アートコレクションやわ、ということで海エル広場のミニチュアガーデンであるということなんですけれども、これ流動を言った方が良かったかな、先いいですか。そう、あのね、海エル広場っていうね、あの廊下コリドーというか、あの広場があるんですね。でそこにあの4校の学生によるミニランドスケープの作品が飾られているということで、あのね、なんて言ったらいいかな、もうそのままミニチュアガーデンっていうそのままなんですが、あのね、ちっちゃいねんけど世界観がすごくあって、道を歩いてるだけで楽しめるっていうそんな感覚ですね。一度見てみてください。これが2月の14日バレンタインデーまでなので、カップルにおすすめかと思います。その3、タボくんバンドレボリューション2015 in ATC。 ご当地キャラクター3体のダンスパフォーマンス、あとクイズ大会とかもあるっていう、そういうイベントなんですが、TM レボリューションの方が元となったキャラクターが一体いてはったりとかですね、いろんなあの地域のご当地キャラクターが3体ということで、あの一番、ね、盛り上がってるあの黄色い人は多分来ないと思うんですけども、フシャーとかいう方はね来ないと思うんですけども、でもその3体がダンスパフォーマンス、すごいパフォーマンスだって聞くので、あのぜひとも皆様見てみてください。これがですね、2月の7日土曜日のみになります。11時から16時までということで、ハーバーアトリウムであります。しかもこれなんと観覧無料なのでお見逃しなくということです。ほんでからに、継続中なのが海エル広場ね、さっき言った海エル広場の光コリドーライトアップセレモニーっていうのが、2014年の4月の26日からずっとね、今日も光
っておりますが、その前なんですね、先に南光サンセット TV が始まってるんですが、あの南光サンセット TV 始まってから2ヶ月後ぐらいに、これから ATC が光るんですみたいなそう、でもそっからずっとね、夜になったらね、ピカピカ光ってるの。クリスマスだけじゃないの、今も光ってるの。なので夜になってもロマンチックということで、カップルにおすすめということです。ぜひとも観覧無料なんでね、ムード作りにいかがでしょうか。そしてそして、セレッソ大阪のオフィシャルショップ、セレッソ大阪メガストア、あとカフェもね、あのあります。セレッソ大阪のカフェがありますということで、ATC20 周年となる、またセレッソ大阪もクラブ創設20周年を迎える記念すべき年に、 ATC 内に7月11日にセレッソ大阪メガタウンが誕生しましたということなので、去年ですね、14年の時なんですけれども、そこからずっとカフェがあるので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくは ATC のホームページからということで、皆さん南光 ATC に来てください。スマイル。じゃあこれ言っちゃっていいですか、今度からちょっとまた詳しい情報をお伝えできるかも。あ、まだちょっとね、またね、このコーナーもね、どんどんATC のことを発信していけたらなと思っておりますので、また皆様見てみてくださいね。いかがでしょうか。サンセットプチミニライブのコーナー、今日は関西を拠点に活動されている花とサニーの3名の登場です。そうなんです、イエイ、ありがとうございます。ピアノボーカルをされてるね、アシバリザさんと私とあるライブで出会ってですね、すごく声に癒されていた。そっからね、 Facebook の友達とかになったらね、最近あげてはったのは、お友達の結婚式の時に歌ってはったっていう、そんな動画とかも見てですね、うわー、めっちゃ来ていただきたいなと思ってお会いさせていただきました。そしてその時はね、ソロでやってたりとかもあったんですが、今日は花とサリーという、3名のバンドで出てくださいます。花とサリーはね、3月にまた月の明かりコンサート、月の明かりコンサートというコンサートがあったりとか、後ほどね、イベント紹介もしてくださると思うんですが、ぜひ楽しみくださいということです。ではお楽しみください。ジョイナーズ。もうこんばんは、花とサリーですもうすぐこんばんはって面白かったねもうすぐじゃないかなと思って、もうこんばんは、花とサリーです。今日は南光サンセット TV のユナさん、そう、さっきご紹介いただいたんですが、お知り合いになって今日は呼んでいただきました、ありがとうございます私たちはですね、3人とも音楽はしていたんですが、去年3人でバンドを始めまして、名前は花とサリーで、言うほどライブもしてませんで、ほとんどの方が初めてだと思います。なので、今年は、皆さんのお耳に花とサリーの音楽が届きますように、頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。では今日は10分もいただいたので2曲させていただきます。じゃあまず1曲目、いいことも悪いこともあるけれど希望はあるんじゃないかっていう、そんな曲です。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。道を登る、どこまでも続く枝を選んだ。そんなことじゃないんだ、こ
ことの幅揺れひらりと落ちる夕暮れに昨日を祈る後ろ髪惹かれた君の長い髪山を登り川を下りボロボロだけどそこにある花畑歩めばきっと綺麗な髪飾りがつくのでしょう後ろから吹くそよ風ささやく下もこんなもんでいいでしょ後ろ髪惹かれた君の長い髪山を登り川を下りボロボロだけどそこにある花畑歩めばきっと綺麗な髪飾りがつくのでしょうそして幸せ運ぶテントウムシが君にも止まるでしょうね Already back with a scary so happiness to you そう君にもいいことたまに起こりますようにねありがとうございます。ではここで簡単ですがメンバー紹介させていただきます。ギター志田真由子、パーカッション熊野瑞穂、ピアノボーカル足場理沙。我ら花とサリーよろしくお願いいたします。それでですね、さっきユナさんも紹介していただいたんですが、私たちは次のライブは3月15日、泉市どこだったかちょっと忘れちゃったんですが、あの月の明かりコンサートっていうお寺でライブをするイベントに次は参加させていただきます。月の明かりコンサートで調べていただくか、私と足場理沙と熊野瑞穂は、ツイッターもしております。で、花とサリーのツイッターも最近作ったんですがまだフォロワーが熊野瑞穂と足場理沙だけなのでよかったら誰かあのフォローになってみてください。いや今年はねあの今年から頑張りますのであのどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいな。すごいですね、ゆなさんありがとう。じゃあ、もう一曲最後に歌わせていただきます。次は、おじいちゃん好きやったんでおじいちゃんと遊んでた時楽しかったなって思いながら作った曲です。自転車。
出しているのは公園セピア色したかすかな記憶頭の中のフィルムに見えるのはきっと青空と自転車の音眩しいのは光か君の笑顔も記憶は曖昧で思い出せない自転車でいつもの帰り道夕日の中に飛び込んだ私の中のフィルムが再び回り出す花とサリーの3人でした。皆様コメントありがとうございます。ですね、チェーさん見てるよってあのシェリーさんも送ってくださったりとか、仕事終わり途中からですが見てます。ベイクマンさんありがとうございます。石澤さんお久しぶりです、ありがとうございます。ほのぼのとして素敵です、変わった楽器使ってますねということでありがとうございます。メルモンさんもね送ってくださってます、ありがとうございます。すごいすごい興味ね、やっぱり見てくださっておりますということで、この番組では各方面で活躍するミュージシャンに出演していただいております。場所は大阪南港 ATC 内オズ島北館4階あかね館サテライトスタジオ公開生配信中でございます。
ライブは観覧も無料になってるので、またぜひ皆様こちらまで出てきて、あ、出てきてちゃう、あの来てもらってですね、聞いていただくこともできます。ぜひお越しください。ここで染めのエクの情報のコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。どこ行ったの、よろしくお願いします。スギピーさんとミネさんです、どうぞよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね、あれでも台本どこやったかな、はい、赤猫になってる、あ、1個だけずれてた、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。もうね、区長さんがね、この間スギピーさんって呼んでたからね、もうスギピーさんって呼んじゃってます。いいですか、はい、どうぞお願いします。皆さんは今日初出演ということで、はい、よろしくお願いします。すいません、なんか中途半端な呼び方になってしまって、もう一度だけ言わせていただきますね。住のエク情報のコーナーです。昨年末からパワーアップということでですね、今日は杉本恵美子さんと、峰さんにお越しいただきました、峰恵子さんですね。はい、よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。お願いします。イエーイということなんですけれども、もう早速ですが、住のエク情報いいですかね。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。住のエク役所の杉本です。はい、今日は住のエク内にあります加賀屋農園というものがありまして、そちらの情報の方をご紹介します。地下鉄四ツ橋線の北加賀屋駅のすぐ近くにあって、地域の方で運営されている農園です。で、こちらの加納峰さんは加賀屋農園管理運営委員会ということで、運営管理をしていらっしゃる方です。それでは峰さんの方から、その加賀屋農園キッズクラブの募集と、2月1日に開催します収穫祭の告知をお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。加賀屋農園は昨年6月にオープンしまして、その時はどこかのグラウンドかなと思うほど風が吹けば砂が舞うというすごい土地だったんですけども、地域のまちづくり協力隊のおじさまたちが必死に土地を耕していただいて、9月に、キッズを募集しまして、で大根の種をみんなで植えまして、そして今年2月1日に大根の収穫祭をしようということになったんですけども、キッズの方がなかなか厳しくて集まらなくて、で募集の目的はやっぱり都会の子どもたちが土に触れる機会が少ない、でその土に触れて大人たちと一緒に作物を育てて、それが種から自分の口に入るまでの道順をみんなで勉強しようやないかということで、加賀屋農園キッズクラブというのを立ち上げましたので、住之江区内の、小学生から高校生、皆さんよかったらぜひキッズクラブに参加していただければと思います。費用は無料です。あ、もうこれがすごい、食べ放題です。いや、すごい無料本当多いですよね、なんかこの辺のイベントはね、すごいなかなかできる体験じゃないなと思うんですけど、そう、あ、出てますね、写真がね。はい、いや、もう水をあげるとこも全部していますね土を、なんかやっぱり人間はやっぱり動物だから、太陽に当たって土を触ったら生き生きするっていう話も聞いたことありますけど ね、まあ、子供ちゃんがそれをするっていうのもね、大事なことなのかなとかって思ったり、みんな土に触るとキャッ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 と、我を忘れて、子供もちょっと虫とかおるしみたいな、ね、捕まえてみたいなね、ありますよね。田舎の農園に比べたら虫は少ないですね、あ、そうですか、都会ですからね。あ、そうかそうかじゃあやっぱ都会でやっぱりね、暮らしてる子供たちが来たりするから、はい、ぜひでも貴重な体験ができるかと思います。はい、もう一度、場所の方を北加賀屋駅降りて歩いて5分かからないと思うんですけど、交通局の横に地下鉄の操車場というのがありますので、そこの横に大きなグラウンドと農園があります。ぜひ来てください。ぜひともです。この住のエクイベントとかで調べたら出たりしますかね。
そんなことはない。もしあったら今プロデューサーが URL を入れてくれます。ちょっとお待ちくださいね。そうそう、そのなんかネットの情報とかもね。で、申し訳ないんですけど、はい、9月に植えたので、うん、大根が大きくはなってません。なるほど。細いごぼうよりは大きいと思うんですけども、うん、それを、うん、収穫して、はい、食べるものは大きな大根を食べていただけますので。なるほど。まあでもそれも味ですよね。ね、なんていうかね。はい。っていうのも。なるほどなるほど。よろしくお願いします。2月の1日でございます。お願いします。今日ちょっと2回目でアップでしようと思ったんですけどね、はい、あのちょっと今日2回目使えないということです。これですね、はい、はい、私が作りました。あ、そうなんですか。いや、ミレさんすごい、こんなあの可愛くなってます。ここにね、あの参加の申し込み表もあるので、はい、ということです。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。以上かな。以上ですね。はい、皆様ジャケでございます。あった、あ、今ちょっとね、あの探してくれてます、ネット上の検索。あ、ないかもしれない。でも直接お問い合わせください。ぜひとも。なんかサンセット TV で聞いたよみたいなね。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さんのミレさんでした。イエーイ、ありがとうございました。大阪市音楽団情報のコーナー。あ、こんなところにあった。これやわ。あ、よかったよかった。さっきちょっと台本なくなったと思って。ごめんごめん、ありました。南光サンセット TV は大阪市音楽団を応援しております。ということで、毎回あの市音のね、コンサート情報をお伝えしておりますが、その1、この前も言ったかもしれへんけど、もう一回聞いてください、ぜひとも。まず、あの1月の14日に CD リリースされた大阪市音楽団ですね。この情報もホームページで見れると思うので、ぜひチェックでございます。コンサート情報に関しては、その1、2月4日水曜日、第110回定期演奏会がフェスティバルホールであります。こちらの方が、会場が18時、そして開演が19時となっております。指揮がですね、なんとなんと秋山和義さんということで、すごいスペシャルですね。定期演奏会はね、一回聞きに行ったことがあって、もうね、しかも前の方の席で聞いたことあるんですよ。もうね、迫力、もう言わんとく、もうその感想はもうぜひ聞きに行ってほしい。生で聞いてほしい。ほいで、フェスティバルホールはね、いろんな駅から行けるの。ちょっと5つ駅言うかメモってくださいね。行くよ、間違ってた、また言って。行くよ、渡辺橋駅、肥後橋駅、大阪駅、淀橋駅、北新地駅、5個言ったかな。そう、その5個の駅からあの徒歩で行けるので、ぜひとも皆様行ってみてはいかがでしょうか。調べてみてね、一番近い駅から行ってください。そしてまだまだ前売り券が発売されております。ボックス席が5500円、 S 席5000円、 A が3500円、 B が2500円になっております。ぜひともということです。その2、2月の8日の日曜日、波切吹奏楽フェスタ2015のコンサートがありますね。波切ホール、岸和田駅から徒歩10分ということなんですけれども、これ波切りがちょっとね、難しくてね、携帯で調べたんやけど、やはり変化も出てこずね、漢字でみんな見てみてください。波切り、これ波切りって読むんやで。で、岸和田駅からね、徒歩で10分で行けるということで、こちらオープンというか会場ですね、会場が1時半お昼ですね、なっております。そして開演が14時、2時からになっております。これもまだ前売り券が売っております。一般の方が3000円、そして学生が1500円、当日券もあるんやけど500円プラスになるということです。岸和田駅ね。その3、2月の11日の水曜日、大阪市音楽団ファミリーコンサートあります。これが大和郡山城ホールであります。郡山ね、この間私が言われへんかった郡山ね、はい、近鉄の郡山、そして JR の郡山、どちらでも行けるということで、こちらもね、行くにあったらちゃんと調べていってくださいね、ぜひとも。そして会場が1時から、開演が2時から、これもお昼のコンサートになっております。ファミリーコンサートやからね、
シオンファミリーコンサートとかお昼のコンサートが多いっていうのもこの間お伝えしました。いかがでしょうか。受けてます。チラシ出てる。受けてる。はい。それでからにその4、2月の15日日曜日、宮川明&大阪市音楽ダーン、こちらの方が岡山県のですね、倉敷市民館会館、倉敷市民会館で行われます。これが会場が2時半、そして開演が3時、これもお昼やね、なっております。岡山県やけどね、ちょっと遠いけど、あの遠出して行こうかなって思う方ぜひ、日曜日やしご家族でいかがでしょうか。これもまだまだ前売り券やっております。一般が2000円、そして学生が1000円、当日は500円プラスになっております。すごい、今日はもういろんな人が見てくださってる。コメントもありがとうございます。また後でゆっくり読むのでね、コメント送り方わかるかな、ぜひみんな送ってみてくださいね。そんな、大阪市音楽団のチケットがホームページから購入できるようになりました。お問い合わせ、チケット予約は大阪市音楽団フリーコール0800-919-5508、0800-919-5508番までお願いします。平日は10時から、5時半までお問い合わせできるので、ほんで土曜日も OK なんです。日祝が、お問い合わせできないんですが、平日と土曜日は問い合わせできるので、チケット予約ぜひこちらの方からお願いします。または大阪市音楽団のホームページからということです。最後にね、2014年の9月15日にグランスクエアではなくてグランフロントで、シオンのフラッシュモブが行われました。それも YouTube でアップされております。 YouTube で大阪市音楽団ですぐにフラッシュモブが出てくると思うので、チェックしてみてください。これもね面白いよ。いろんなねコスチューム着てね、あ楽器持ってはる、あこの人が移動して、あ大阪市音だったんやみたいな感じのフラッシュモブ、もう一回見てみて、私のこの下手くそな説明よりも見てみた方が、はい、いうことなので、 YouTube で大阪市音楽団調べてみて、チェックしてみてください。お願いします。市音の情報は以上です。アカネ館からのお知らせコーナーでやってるかな。ここで WM スタジオアカネ館からのお知らせコーナーです。大橋館長さんお願いします。こうやって手開いたらやっぱりまだここが痛いそう、筋肉痛なんですよねここがそうそう、さっきね話してたよね。お願いします。こんばんは。こんばんは。もうすぐこんばんは。もうすぐもうこんばんはこれそうですね、そうそう、はい、よろしくお願いします。いえ、こちらこそ。はい、ね、会長さんです。今日はね、はい、ちょっと告知を、2カメ使えないらしいんです。これそうそう、だからもうあっちの遠くの方まで、なるほど、わかりました。 パワーでいきます。はい、了解です。はい、告知が2件あります。うん、はい、1つ目は、1月31日はい、ATC 海エール広場海辺のステージで ATC アイドルフェスタ、これね、寄っていただけるか。あ、はい、走っていったりもしてみたかったけどお茶けらけてみたかったみたいな何言われへんかった言われへんかったねさっきヨドバヤシって言ってた。ヨドヤバシやね。嘘、ヨドヤバシ。ヨドバシ。何て言ったらいいの。なんか一個足らへんかったよな。あ、マジですか。あ、ヨドバシって言ったかも。いやん、ここちゃんと言おうと思ったのに。大林、大林、大林ね。12時半からに変更になってます。はい、今週の、今週の土曜日。はい、アイドルがトータル 9グループ。うん。もうすごいことになってますよ。すごいですよね。うん、ちょっとね、最近この年末から始まったこの ATC アイドルフェスタなんですけれども、うん、なんかね、もうファンの中では、うん、ATC で神イベント始まってる。ネモシね、ネモシイベントでしょ。うん、すごいな。なぜか言うたら、うんうん、ただだから。あ、そうでしたっけ。そうですよ。ただなので。うわ、そら神やね。うん。間近で見れるし。うん、もう一つ神。はい。いきなりやな間違えた、じゃん、ダダン
赤根館プレゼンスサタデーサンセットライブ、イエイ、2月21日、うん、ファースト13時、セカンド15時から、oh, yeah. 今回は、うん、J-POP VS 洋楽ポップスということで、うん、出ました。なんか洋楽久しぶりちゃいます。そうなんですよね、そうですよね、うん、ちゃうかな、はい、ほんで、今回はね、はい、あのシンガーに、うん、タカ、シンガータカプロフィールを読みます、うん、彼の歌声はソウルフルに、そして時には甘く歌い、会場の人を魅了してしまう、うん、作詞作曲活動を中心に佐藤筑前のバック、またテレビ CM うなこは虫よけ当番の歌、うん、などなど、タカさん、そうなんですよ。そしてね、もう後進の育成とか自分の作曲活動もそうなんですよ、うん、CM とかも多岐にわたって、ね、活動してる彼はフェイバリとかソウルミュージックなんですよ、うん、ほんで、皆さん聞きなじみのある洋楽と、うん、そして僕 と、ボーカル小野真紀子さんで、真紀子先生でまた恒例の J-POP をお届けしたいと思ってます、はい、ぜひとも皆さん、イエイ、来てください、お願いします。2月21日です、はい、2月21日と今週週末1月31日よろしくお願いします。お願いします。どちらも神神イベント、神イベントお願いします。はい、はい、お前さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも忘れていきはんねん。でもね、ちょっとほっこり嬉しい、なんか味方がおるみたいで。そうそう、孫のルナちゃんと見てるよ。あ、ありがとうございます。ルナちゃん、ありがとうございます。私の名前もユナちゃんなんで似てるな、ルナちゃん、ありがとうございます。可愛い曲ですね、素敵な声に癒されます。ベックマンさんが花とサリーさんのライブの時にも言ってくださいました。ありがとうございます。すごい、ほんと今日はコメントの数がね多いなって思ったりもするんです。南高サンセットフォト投稿のコーナー、すごい今日はずっと立ってはる。いや、あやさんもね、すごい規律な感じ、規律感の縦の規律ですよ、規律な感じ、すごい楽しいです。さて、ここで視聴者の皆さんから投稿していただいたサンセットフォトをご紹介します。オレンジボール二人で大きなやつ捕まえよう、探しに行こう、オレンジボール二度となくさないように小さくキスして、喧嘩の後の仲直り、これからも南高 ATC 内あかね館サテライトスタジオから南高サンセット TV を公開生配信しております。南高 ATC は素晴らしいロケーションに恵まれ、季節によってさまざまなサンセットに遭遇します。今ご覧いただいているのはペンネーム丸尾さんの投稿です。いつもありがとうございます。スマイルじゃあということで、南高サンセット TV ではサンセットフォトを募集しております。ATC 内でサンセットを撮影した写真のデータを南高サンセット TV の Facebook ページメッセージで投稿してください。皆さんのフォト投稿をお待ちしておりますということなんですけれども、 ATC に遊びに来た際にワンショットでもツーショットでももう何でもありなんですけど、夕日のね写真をパシャリと撮って、Facebook ページの南高サンセットTV のページに投稿していた、送ってデータだけをね送っていただけたらなと思うんですが、夕日の写真って言ってるけど、それこそその前でカップルがチューしててもいいし、影がちょっと写っててもいいし、葉っぱが写っててもいいし、もうとにかくあなたのアングルから撮ったサンセットであれば何でも OK ということなので、ぜひとも送ってくださればなと思っております。丸尾さん、いつもありがとうございます。
私は丸野さんのその投稿してくださったサンセットフォトをアーカイブで見るのを楽しみに、もうこの番組をやってるって言っても過言ではない。それは言っちゃったらあかんけどな。それだけじゃないけど、そうなんです。でもでもいつもね、綺麗なサンセットフォトを送ってくださるのでありがとうございます。というわけで、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうものでお別れの時間となりました。ありがとうございました。今日もスペシャリーな一日となりましたが、皆様いかがでしょうか。コメント待ちしております。もうね、本当にね、今日はコメントたくさんグワングワンお寄せくださいって言ったからかな、言っていいかな、みっちゅりさん見てくださってるかなねえ、おるかもしらへん。本当にね、毎回毎回、今回もスペシャルでしたっていうことができるので、すごい楽しい。本当にあっという間だね。ゆなちゃんはルナちゃんのお友達と同じ名前だって。ちっちばあばが代わりに送った。あ、ちっちさんやったんや。ちっちさんありがとうございます。そうかそうか、ちっちって書いてあるわ。いや、ありがとうございます。ルナちゃんの友達でゆなちゃんがいるの。そっかそっか。いや、ゆなちゃんに、ゆなちゃんによろしく。すごいなんかややこしいけどゆなちゃんがゆなちゃんによろしくって言ってたって。よろしくね、ルナちゃん。ありがとうございます。ちっちさん、お久しぶりです。また遊びに来てください。ぜひとも皆さん、次回のね、配信は2月に入っちゃいます。もう2月やで。もうすごいね、6分の1が終わるっていう感覚かなあかんね、年いったらそんな風な計算になるから。せやけど、2月の10日第2火曜日の5時半にお送りしますので、ぜひとも、もうどうしようかな、バレンタインも近いことやし、乙女なムードできません、浅山さんね。ちょっともうライトに赤とか貼っちゃいます。あかん、それはダメもうボツが出ましたね。そう、でもね、もうあったかい。もう今日なんかもめっちゃあったかいし、もうこの時にはもう春が来てることと思います。私はね、はい、思っております。そしてもうすぐ南光サンセット TV は1周年を迎えるということで、1周年記念の月でもありますので、皆様ぜひお楽しみにということです。ありがとうございます。今日本当にね、いっぱい見てくださってありがとうございます。アーカイブもでもお待ちしておりますのでね。それでは2月の10日火曜日に、笑顔が集まるソーシャルスマイルリポート南光サンセット TV でまたお会いしましょう。 See you! チャオチャオ。ありがとうございました。イエイあなたの笑顔をスマイルじゃあ忘れてたこれ見せることでいっぱいだった。ああ時に厳しく力強いその目でその目が私を映すのならば No, no, no Please don't turn your eyes away 迷わずぶれず偽らないその10人ぐらいでも。